あれ、長谷川さんや。何やろ。もしもし。え、何？なんか長谷川さんがちょっと降りて相談があるんで、それもさ、いるんやったらスピーカーでって言って。あ、お疲れ様です。聞こえるかな。あ、お疲れ様です。はい、なるほど。今日は1個こそがあって、はい、中谷さんの件でちょっと普段ちょっと劇場の楽屋とかでふざけてちょっと裸になられてたり、ちょっと露出をしてたりするのが、無限大のスタッフさん、女性スタッフさんがちょっと卑猥なものを見せられたっていうので、ちょっとセクハラで警察に被害届けたいと思って。最悪や。まあない話じゃないもんな。マネージャーからの突然の連絡、これはあいつがすごい問題児で、過去に遅刻をしまくって、もう次遅刻したらコンビの仕事全部なくすぞって強く怒られた次の日に6時間遅刻して、2ヶ月間謹慎処分を会社に下されたことがあって、だからその時はすごい号泣してたんですよね。大きい迷惑をかけた時に泣く傾向があるんで、ちょっとそれを利用した仕掛けを。これはいいね。マネージャーからの嘘の連絡で愛を引き出そうという坂本の作戦。勝ったらちょっと逮捕になるかもっていう話を持ってて。え、警察？もう女性スタッフさんに無理に見せたりはしてないよ。してないよ。そんなもちろんしてないよ、そんな。いや、ほんま楽屋で先輩とかに肛門見したりとかしてる。なんで？なんで？ほんまに楽屋で、もうまあ言ったら、まあその芸人の、まあ、スキンシップというかのあれで後輩とかに肛門を見したりとかしただけで。そうですね。多分それが女性にとってはセクハラっていうふうに感じたっていうところなのかもしれないんですけど、ちょっと一回もう一回かけ直しても大丈夫ですか？はい。楽屋で肛門を見せ逮捕という少し信じがたい設定だが、いやいや、あるよあるよ。でも今の時代はいろんな芸人に仕掛けたいな。あらあら、止まっちゃった。え、嘘やろ。やば。でも今の時代ならこんなんでな。うん。東京行きだ、謹慎とか。だからさ、ほんまにあんまね、だからあの公共の場というか、一応 楽屋であっても誰通るかわからんから、やっぱ気ぃつけんと。そうやろ。感すごいな。めちゃくちゃ笑うてまうけどな。ノブがこんなことになってる。いやいやいや、嘘やろ。こんうわぁ。声が出てない。泣くか。いや俺マジでだって、なんか俺ほんまに基本的にだって、例えばチンチンとか肛門とか出してても、その女性スタッフさん来たなと思ったら俺ほんまにすぐ上げたし。いや、来た時点であかんのじゃない。ほんまに楽屋のど真ん中とかじゃなくて、ちょっとあれ泣いてる壁側に向けて出してたりとかしてたし。泣いてるやん。ほんまにマジで空間に向けて俺出してない。そのもう壁とか暗がりのこう奥に続く廊下の方とかに主に出してるから。笑ってる笑ってる。お前せっ逮捕されるの？そんな。アホすぎるやろ。だってこの4月に出てきても、4月に出てきて6月に逮捕って、何しに来てんこれ。6月に肛門、学校肛門対応で涙。泣いてる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 。いやいや、これは泣いたや。俺、お前セクハラしようと思って俺やってないもんな、そんなほんまに。これはいけるぞ。俺の肛門見捨てやれとか思ってないもん。絶対良くないもんな。かわいそうな。そんな行為ちょっとやばい、これもう。こんな泣かないね。チャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいな。プレミア会員なら今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね。見られたくないけどね。この動画の続きはここをクリック。